ダダシュ、ホジャオグルイブニアザーで、アゼルバイジャン人の革命家、政治家。生は、ブニアトイコールザで、ビュニアトイコールザでなどとも。1888年4月8日、ロシア帝国バクー県ハトマイの貧しい農家に生まれた。10代前半から、バクーの採石場で大工として働き、1904年には、ハジゼイナラブディンタギエフの繊維工場で働いた。地元で、 初等教育を終えた後は、ロシア人、タタール人学校に進み、1908年に8ヶ月でトルコ語教育コース夜間部を卒業した。工場で働きながら1908年に、ボリシェビキに加わり、プロパガンダ活動に積極的に参加した。夜間部で引き続き、トルコ語を教えるとともにトルコ語新聞とも関係を持ち、イラン立憲革命に際しては、家に、 ハヤト神特派員として、現地で活動した。1909年に帰国したがチフリスで逮捕され、3ヶ月後に釈放されて、バクーに戻った。アリイモンラーナスレティーンにも寄港し、同年から1911年までは、バクー・ハヤトゥなど各種編集者を務めていたが、同年下旬に、他の編集者らと共に逮捕され、トルキスタンへ追放された。 翌1912年に4社されて、幕府へ戻り、採石場で働きながら、署名記事を発表した。その後も、幕府土地フリスで、地下活動に加わり、1917年3月から、ヒュンメト臨時委員、7月から、ボリシェビキ系新聞、ヒュンメト編集者を務めた。幕府ソビエトメンバーや幕府軍食料委員も務め、翌九百十八年五月から、 バクー軍ソビエト執行委員及び、反革命、非族取締り非常全権として、多数のイスラーム聖職者の懲罰、処刑を監督した。バクーコミューンの崩壊後は7月からアストラハンへ移って、当アストラハン県委員となり、また12月から、県執行委付属のカフカースムスリム問題委員に、就いた。タルトゥソガミを編集し、1918年11月に、 モスクワで開催された全ロシアムスリム共産主義社会議にも出席し、ボルシェビキ中央イムスリム組織中央局員に選出されている。翌1919 19年7月には、東カフカース地方委員としてザカフカースで地下活動に従事し、クウで逮捕されたがほどなく釈放された。アゼルバイジャン共産党組織者の一人ともなり、1920年2月から、 その中央委員につき、4月の赤軍のアゼルバイジャン侵攻に際しては、革命委員としてソビエト権力樹立闘争の指導者ともなった。同年から1922年までアゼルバイジャン、社会主義ソビエト共和国初代教育人民委員、及び労働監査人民委員、1922年から翌1923年までは、食料人民委員、 人民委員会議副議長、高等経済会議副議長、ザカフカース連邦共和国食糧人民委員を務め、食品税の徴収などに尽力。1二十三年から1 9三十年までは、アゼルバイジャン共和国農業人民委員、人民委員会議副議長、高等経済会議副議長、コスプラン議長、ザカフカースメニ議,議長を務め、農場集団化や、発出拡大。 綿花栽培の振興に役割を果たした。1930年3月から1932年10月まで人民委員会議議長に就任。石油産業、機械工学、夜勤、農業、科学、文化の発展に貢献し、労働者と農民の福祉を改善している。1929年にアゼルバイジャン農業学院が設立されると、 その初代学長を数ヶ月間務めた。1932年から1936年までは、ザカフカース連邦共和国農業人民委員として、カフカースで多くの犠牲者を出した集団化を推進した。アゼルバイジャン共和国中央執行委幹部会、ザカフカース連邦共和国中央執行委及び、ソビエト連邦中央執行委のメンバーも務め、 アゼルバイジャン共和国とザカフカース社会主義共和国から労働赤旗勲章も授与されたが、1937年6月20日に逮捕され、翌1938年4月21日に反ソ民族主義テロ組織の指導を理由に連邦最高裁軍事参議会によって死刑判決を下され、同日に他のアゼルバイジャン共和国元高官と同じく処刑された。 その後、1955年12月に名誉回復がなされた。ブニアザーでの名は、国立経済大学、国立アカデミー民族ドラマ劇場や、クウの通りにつけられた。ありがとうございます。